ちは。第7世代のシークエンス斉藤です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、今日はもう本当すごい、一番すごいかもしれないスペシャルゲストの方に来ていただきました。はい、安全漫才のみやぞんさんです。よろしくお願いいたします。すいません。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。もう本当に僕は芸人になる前から見てた方です。そうですか。そんなこととんでもないですよ。何をおっしゃいますやら。実はですね、はい、みやぞんさんの YouTube に僕お邪魔いたしまして、この場所はですね、みやぞんさんのご自宅なんですけれども、はい、はい、このご自宅でですね、ある怪奇現象が起きたんですよ。そうなんですよ、はい、でまあ、その怪奇現象、本当に、ね、映像まで撮れてるすごい怪奇現象なんですけど、はい、果たしてこれがどういうもんだったのかっていうのは僕のチャンネルではなく、みやぞんさんのチャンネルの方でお話ししておりますので、はい、ぜひぜひそちらご覧いただけると嬉しいです。見に行ってください。そうです。まさかね、ああいう結果になるとは思いませんでした。そうですね。そうですね。どっちだったのかは言えないですけど、言えないですけども、はい、あんな結果になるとは僕も思ってなかったですけど、ですね、すいません。はい、皆さん、ぜひ概要欄にリンクがありますので、はい、楽しみにしてみてください。はい、僕初めてそのコラボさせていただいて、がっつりみやぞんさんとお話しさせていただいたんですけれども、はい、みやぞんさん、霊体験というか不思議な体験をものすごいされてるんですね。いや、だから話したじゃないですか、はい、本当はね、この YouTube のそのね、なる前に普通に話した時に、はい、いや、それが多分そうならばそうかなっていう感じで、はい、割となんかそういう現象、普通じゃない現象は結構見ますね。幽霊がとかそういうことじゃないですけど、なんとなくこう、はい、んとかゾワゾワとか、あ、気配を感じるっていうことが多いんですね。そうなんですよ。なんかちらっと聞いたんですけど、そのいわゆる生活に支障が出るようなことまで起こるってことなんですか。あ、出ます。そうなんですね。絶対に買ったばっかりの洗濯機がいきなり壊れたり、あとは引っ越してすぐに、こことは言いませんけども、はい、トイレ入ってたら棚が上から降ってきたり、マジですこうなったり、はい、まあ、そのある家に、ね、初めて住んだ時に、はい、もう入った瞬間にそういう感じが結構いろいろ起きたり、洗濯、あ、お風呂の水を流したらなぜか洗濯機の下から水が来てびしょびしょになったり、はい、なんかもうその電気系統とか水回りが結構そうになったりとかします。それ遺伝とかですか、お母さんの。あ、うちの母ちゃんもすごいです。あ、そうなんですか。はい、もうしょっちゅう見て霊感が強いみたいな感じで、だから昔から普通じゃない話結構聞いてましたよ、うちの母ちゃんから。あ、お母様から、うん、あ、そうなんですね。霊体験が多い方なんですね。多いですね。その遺伝子というか力を、うん、一部を受け取ってるから、まあ、ちょっとかな。どうですか、逆に、はい、そういうのって分かるもんですか。分かりませんけども、だ、僕が話した話とか、それは幽霊じゃないとか、ああ、はい、あるじゃないですか。結構分かります。これ分かりますっていうのは別にその何かが見えてるとかじゃなくて、経験則なんですけど、はい、お話を聞いていて、あ、なんとなく思い込みに入っている人だなというのと、あ、本当にこういうことが起きている人なんだなっていうのは聞いてて、聞き応えとか内容で結構わかるもんなんです。はいはい。で、みやぞんさん、みやぞんさんのチャンネルの方でもたくさんお話しさせていただいて、はい、あ、この人多分本当にむちゃくちゃ会見されてる方なんだろうなって。あ、だって僕嘘ないですもん。はい。本当に証人もいますから。そうなんですよね。ええ、大概怪談とかこんな体験したよって、自分一人でこんなことあったんですよで終わるのが、立ち会い人の方がいて、でなおかつそれがその一緒に撮影されてるスタッフの方の知り合いでとか。そうです。もうここまで嘘のない怪談って他にないんじゃないですか。いや、だって本当ですもん。そんな中で、はい、みやぞんさんが体験した不思議な体験だったり怖い体験だったりっていうのを、はい、ちょっと、2つ3つお聞かせしていただけたらなというふうに思うんですけど、よろしいですか。大丈夫ですよ。はい、まずなんか1つ目、こんなのあったよっていうのあったらよろしくお願いします。はい、海外に行った時に、ある番組で海外に行った時に、はい、インドだったんですよ。はい、でやっぱ田舎の方でなんかね、古いんですよやっぱ建物も、インドの田舎の方って。で、まあ古そうだなって言って、で、まあ、まず部屋に入って、でその時点でなんか嫌だなっていうのはあるじゃないですか、はい、でも何がどうとかじゃないですけど、まあでもこういうところはみんなそうなのかなと思って、で夜寝てたんですよ。で最初まずテレビが勝手についたんです。これはもうなんていうんですか、怖い話あるある、はい、こうやって寝てたらインドのテレビがついた。でもそれが
ちゃんと映るテレビじゃなくてザーというか緑だったりたまに映ったりなんかザーだったり、はい、まずそれがめちゃめちゃ怖い、電波が全然入ってる感じじゃないのが映ったんですよ、はい、で、あっその時点でゾクゾクってしたんです、はい、あー怖いって。そしたら本当に怪談話じゃないですけど、クローゼットがイーって開いたんですよ。でまたゾクゾクってきて怖い怖いって思ったら何かがそってドアのところに行って鍵閉めたんですよ。でインドのドアってこうカチャってやるやつじゃないですか、はい、なんですけど、はい、それをカチャカチャカチャってやって、はい、これぐらいイーンって開いて、で何か出てったと思って、でそれですごい怖かったっていうのがまず一つあるんですよ。へー、あ何かが例えばですけどなインドのお化けの人が出ていったとかではないんです。いやそれがわからないですけど、いやそれが余計怖いですね逆に。だからずっとクローゼットにいたのかなって思うぐらいってことですよね。でも本当にあの何ですかね、怖い話の再現とかやるときに、はい、ドアがイーって開くんです、はい、あれです音も、って開いてなんか分かんないけどこう物がこうなったら風来るみたいな感覚の中、はい、なんか通ってるなと思ったらドアの方行って鍵をガチャガチャってやってイーってこれぐらいです、はい、開けてなんか出てったなって、もうそれが怖かったっていう。でしかもクローゼット発信ってことは分かんないですけど、そのホテルのクローゼットの中でまあ亡くなられたとか、まあ遺棄されたとかっていう人とか でどういう経緯か分かんないですけど、犯人を探してるのか逃げ道を探してるのかっていうことで出て、こいつじゃないなっていうことでみやぞんさんの近く行ってふんってやったりとか、あここから出れるなっていうことでイーッと開けたりとかっていうことで自分で模索してるところを体験しちゃったのかなとは思うんですけど、だからといってこんなになんですかね現象が起こることってあんまないですよね。ないですか。ないです、ないです、全然ないですよ。いやこれ正直言って、はい、あの結婚式場にロケ行った時に、はい、まあ、あの全然人が入ってないね空の結婚式場だったんですけど、はい、あのこうロケ終わってでスタッフ1階の結婚式場って誰もなくて2階に結構こう写真撮ったりとかするルームがあって、はい、でそこでロケやって終わったんで、あじゃあみやぞんさんあの先に車で待っててくださいって言われたんですよ、はい、でディレクターさん行きましょうって言って、はい、こうやって下降りるんです。だから暗かったんですよ、はい、結婚式場が。あれ暗いねって話してたら、あじゃあ出口間違えたのかな、うん、こっから入ってこなかったのにこれ本当に僕ら結婚式になっちゃうじゃないってシャレで言ってたら、出るところのでかい門の結婚式場の壁あの門が、はい、イーって開いて、本当ですか。本当なんですか。本当ですか。それそのなんか規模があれじゃないですか、その結婚式場だからなんかおめでとうみたいな伝道のあれとかじゃなくて。違います、人もいなくて、はい、古い教会というか、古い教会、嫌な感じはしなかったですけど、そこはでもなんか開いて、本当にデルタさんの2人でこうやって近づいたら、はい、いいって、あれ外で誰か開けたのから出たら誰もいなくて、ってことはそのご一緒されてたディレクターさんも一緒に体験してますいやそれは何なのか知りませんよ、はい、でもホーンテッドマンションじゃないですかすごいっすね。それいや面白いの、もう面白いで合ってるのかな、でもなんか怖いし面白いし規模が違いますね海外って。すごいな本当に。これで一つ目ですか。これ1個目ですその結婚式は日本でしたけど、それ日本なんですね。そこは日本でした。あ、これピー入れるんですけど、場所どちらですか。ね、さんが、はい、あの撮った結婚式場の PV を撮った場所だったんです。あ、なるほど。いや、ちょっと面白すぎるな。いや、すごいですね、体験の規模が。本当ですか。いや、すごいですよ。エチオピアに行った時だったんですよ、はい、レストランって言っても中じゃないっていうか、女の子が端っこの方にいる気がしたんです。部屋にバチバチぶつかってくるんですよ。ドアのところに窓があるんですけど、そこでカーテンでちょっと閉められるんですけど、パッて見たら、はい